いですか。もう僕もちょっとノリでやってたんですけど、こんな感じで。こんな感じです。こんな感じ。そうですね、やっぱりみんな技術も高くてレベルの高い選手が多くて、やっぱ毎日の練習がすごい面白いですし、すごい刺激になりますし、自分自身もっともっと上手くならなきゃなっていうふうに思える環境なんで、すごく充実してます。そうです、まあ、やっぱりボランチっていうポジションで、まあ、展開力だったりこう前線に送るパスっていうのは自分の武器だと思ってますし、まあ、あとは90分間こう走ってディフェンスしてっていうハードワークするところも自分の特徴かなとは思います。そうですね、まあ、やっぱり監督上野さんになって攻撃の形っていうところでボランチから前線にワンタッチで入れたり、まあ、ボランチが2列目からこう追い越していったりっていうところは意識してやってます、ね、ご飯美味しかったり、まあ、みんなすごいヴァンフォーレ甲府を応援してくれてる人が多いなっていうふうに感じることが多くて、すごい住みやすくていいところだなって思います。今スーツっていう海外ドラマがあって、この弁護士とかの話なんですけど、それがすごい面白くてずっと見てます、いつも熱いサポートしてくれてありがとうございます、これから夏になって苦しい時期になりますが、チーム一丸となって J1 昇格の目標に向かって頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。